いでしょうか。今日はレッスンに行ってきました。お、香川の観覧申し込んだよ。ありがとう。今日お知らせ事がいっぱいありますよ。皆さんお知らせ事たくさんだけど、まずはギフト読みたいと思います。ギフト読んでお知らせ事と今日の話とみんなとゆっくり過ごす時間にします。コウジさん、NT さん、だるまありがとう。おたけさん、コウジさん、ハート。しんいちさんお疲れ、ふくちゃんお疲れ、ぜーたんお疲れ、ありがとう。やすさんハート、たかしんさんだるま、くろさんお疲れ、大吉さんかわいい、ありがとう。おうかさんだるま、さわっちょさんお疲れ、いっちゃんお疲れ、おみかんさんお疲れ、じんさんバラ、はっちゃんお疲れ、えりおさんハート、うらべさんアイス、しいちさん、ふくちゃん、だるまありがとう、みきやくん、ふくちゃん、たこありがとう、みっくさんハート、いっちゃんお断りです、じんらえさんお疲れ、カンビットさんハートありがとう、エルさん、ミックさん、広瀬光一さん、アルテミスさん、ジンライさん、シュンボウさん、ダルマ、サッタンお断りです、マクールさんお疲れ、トールさんお疲れありがとう、カズノシンさん優勝ありがとう、キムさんハート、サワチョさんダルマ、カメさん、レネさん、藤岡ネコニャーさん、キムさんありがとう、ジンライさんかわいいありがとう、エジリンかわいいありがとう、クロさんハート、ヒロシ BKK さんだるま、しんいちさんお断りです、おたけさんバラ、かずのしんさんレインボースターありがとう、としさんかわいいありがとう、あきもさん、しおなさん、しんいちさん、もちはださん、ガッキーありがとう、ジャクソンさん、マリ、Z さんお疲れ、スカイホエールさんハート、フジポンハート、フックさん、マリオ2さん、だるまありがとう、石川先輩お断りです、ナルシさん、マリありがとう、ミツルンかわいいありがとう、たけしさんハート、コウさん、ミギタピポさん、モリモリさん、ミキヤくん、ソラソヨカさん、だるまありがとう、クロさん、もちはださん、スガさんハート、ナルシさん、マリ、ヤマさん、タコありがとう、大愚さん、しんいちさん、カズノシンさん、スリザルさんハート、イモケンピさん、ダルマありがとうございます、カズノシンさんハートありがとうございます、こんばんは。ちょっと汗をがやばすぎて、あ、マリに帰った本当ごめん、ありがとう。トニーさんハートありがとう、田舎のおじさんだるまありがとう、トニーさん花束もありがとう、ありがとう。今日お知らせがたくさんあるので一個一個お知らせします。配信終わる時もお知らせします。まず何から行こう、何からにする、マイカーからにしますか。10月4日金曜日、課外活動マイカー公演、岡山県であるマイカー公演なんですけど、出演メンバーが発表されまして、かなうちゃん初マイカーです。かなうちゃん初マイカーでございます。そして私も出演いたします。こちらの公演は以前の瀬戸利のままの、まだ新しくなる前のマイカー公演なので、かなうちゃんとりねはその新しくなる前に覚えてくれるのです。そうなのです。会場はクレイジーママキングダム、開演は18時半からでございます。よろしくお願いします。あのですね、パセリあのね情報だったかリプだったかの情報によると、なんか座布団がいるみたいな座布団あった方がいいっていう、この会場経験者の方からの口コミがありましたので、
お尻ふかふかのズボンとかでぜひ来てください。大喜利じゃない大喜利はないよ、安心してほしい。座布団あったらいいよっていう情報を得たので一応共有しときます。情報ありがとうございます。レッスンの休憩中に見た。おお、これはショールームで言わなければと思って。よろしくお願いいたします。 Z さん愛してるありがとう。コナンさんハート、葵さんだるまとハート、レフトさんだるま、楓さんスカイホエールさん、ミヤンさんハートありがとう、サノッチさんハートとだるま、ユタパパさん優勝ありがとう、ハリーポッターメガネのひげおじさんハートとだるま、シーチさんペンライト、ミキヤくんのぶろうさんハートありがとう、ありがとうございます。イッキさんだるまありがとう。なのでお尻ちょっとお尻がナイーブですみたいな、お尻ちょっと人より弱めって方はお尻大事にしてください。真空形さんだるま、ブルームさんハート、まこばやさんだるま、ふみあきさんタコ、テキサスのロースターさん花束ありがとう、ありがとうございます。そしてですね、いろいろ出てて、ちょっと待ってね、バセリの X のいいね欄を言いますね。続いてのお知らせは、あ、STU48 のスペシャル待ち受けくじ、ゴルフの衣装のやつが始まりましたので、待ち受けくじ毎月やってますって方はお忘れなくです。3回引けますよね、毎月3回は絶対引けるシステムです。パセリ出るかな。そんでもって10月5日土曜日、花は誰のもの公演の東京公演、STU ファンクラブと STU メール会員の方の受付が始まりました。よろしくお願いします。ザ・ガーデンホール東京都です。こちらは3期生が3人初出演でございます。お昼が15時からと、ちょっと珍しい時間、おやつ時間15時からと19時からっていう、珍しいよね。なので時間をね、間違えないようにしてください。普段13時とか13時半14時とかだから、15時からってなかなかないから気をつけてください。こうさんお断りです。かずきさんだるまありがとう、ハートもありがとう、よろしくお願いします。ほんでもってあとはあれですね、四国の音楽祭ですね、ちょっと今日さ、公式めっちゃニュース上がってるじゃん。今日だけで 7個ニュースが上がってるんですけど、しっかり全部チェックしてください。10月の26日土曜日午後1時半13時半ですね、13時半から香川県社会福祉総合センターにて、みんなの四国文化祭2024という NHK さん主催のイベントに出演いたします。こちらは去年勝手に四国観光大使のメンバーが出てたイベントで、今年は岡田あずみちゃん、高尾さやかちゃん、谷口まひなさん、兵藤あおいさん、宗行りかちゃん、そして私が出演いたします。なんとね、うっちゃんなんちゃんの南原さんがいらっしゃるっていう
もヒルナンデスで見てる方と初めてお会いできる。すごい。あかりさんはこの日ねいないです。あの違うイベントかな。そう、四国ちょっと待ってね。あかりさんもね投稿してたから。あ、そうだわ、ハローユースさんの方のイベントか。そうです、今日なんかちょうどね投稿を見てて、あ、そういうことかと思ったんですよ。そう、去年のメンバーからはあかりんさんとマイキューさんがいなくて、私とサーヤンが出るっていう感じですかね。ですね。あれあれ、投稿あったよね、なくなった、なんか投稿してませんでした予定みたいな。あれ、あった、見つけた。そうです、福岡にいるあかりんさん、その日福岡でハローユースさんの主催イベントに出演されているその日だ。その日ですね。だから福岡でも香川でも STE を見れるよっていう日です。あとはお知らせ事はグッズのネット販売が始まりましたよ。あのゴルフウェアグッズと池ちゃんの動く反復横跳びキーホルダーのグッズ、ネット販売始まりましたのでチェックしてください。新グッズね。明日からですね、明日の18時から。そうだよ、いつも STU は販売開始って言って、販売開始じゃないから次の日からだから気をつけて。私も今騙された。明日からでした、こちら。明日の18時でした。フェイントです。待機してください皆さん。反復横跳び、あとはパセはないかな、ないですかね。あ、ナナフェスっていう山田奈々さん主催のイベントは、シナノソラハ、宇都宮リネ、高尾沙耶香、吉田沙羅、奥田結菜、森末姫奈ちゃんの6人が出演いたします。よー、出演いたしますよ。そう、それは大阪ですね。だからもし STU みんな好きだよとか大阪ですって方は10月13日のゼップナンバー、え、ゼップこの前さ見たよ、ユニバ行った時に。ゼップ、わ、ここにあるんだ。え、ユニバの近くのとこですよね、ゼップって合ってる、合ってるか、違う、違う、ゼップ、ちょ調べてみよう、気になっちゃった。え、あれは別なの、え、違うの、あれは何、じゃあ、あれは、あ、違うやつなんだ。本当だ、全然違うとこにあった、全然ナンバー、あれ、この前見たのに、それとは違うやつでした、違ったわ。ユニバの方じゃないゼップだそうです。え、大阪2個あんの、え、広島に1個くださいよ、広島にちょうだい。
ジロ君、ヨシクマさん、ポンさん、ハート、信長さん、ダルマ、ロデムさん、ハルさん、ダルマ、カズヤさん、お疲れ、かわいい、ありがとう、ハイポジさん、ネロケンさん、ハート、ミックさん、バラ、ピロスケさん、ダルマ、クマさん、ハート、ピロスケさん、マリもありがとう、フレーベさん、ハートとダルマ、ケンイチさん、スケオさん、ハート、コウさん、お断りです。ウツゴルピアドレスさん、ペンライトとダルマ、ありがとう。ベニちゃん、ダルマ、カズヤさん、ハト、ありがとう。ありがとうございます。わあ、いっぱいゼップがあるのか。ヨシカズさん、ダルマ、ミキヤくん、ハト、トッツァン、ダルマ、ありがとう。マポスさん、かわいい、ありがとう。ありがとうございます。お、福フェス当選しました。今日ちょうどレッスンしてきたよ。お楽しみに。歌わないように気をつけるレッスンでやったやつ歌わないようにします。え、待って、やばい、買ってきた刺身を玄関に放置してるかも。私ちょっと待って、今日帰りにスーパー寄ったの、刺身買ったんですけど、やばい、放置してるかもしれない、やばいよ、冷蔵庫入れてくる。リュウヤさん、ハートありがとう。やばい、ちょっと待ってて、やれ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 、世話の焼ける刺身ですよ。お待たせしました、すいません、帰ってきて玄関に放置したままだった。危ない、ありがとうみんな、待っててくれて。はあ、無事でした。多分無事。気をつける。フィリップさん、シーツさん、ダルマ、良平さん、お断りです。ミータン、ハート、ありがとう。危ないぜ。熟成しちゃうとこでしたわ。みんな刺身の味方じゃん、責められてる私みんな刺身側に立つの。はっちゃん、ハートありがとう。かぼわれてる。確かに刺身悪くない、私のせいだわ。タコと半額だったからいっぱい買っちゃいました。タコとアジと、あとなんかもう一個買う、あ、レバー、鶏のレバー、あの煮物みたいなやつ買いました。レバー大好きだから買っちゃったよ。レバーは生じゃないよ、ちゃんと調理料理のやつ、わかる、タレが美味しいやつ。あ、煮つけっていうか、煮つけ、甘辛に、そう、甘辛にそれ。アツポン、ハートありがとう。そうです、それです。マッスン、ダルマありがとう。タコはブロックのタコ、丸かじりします、かじっちゃいます。メール来たかな、ちゃんと届いたかな。今日もパが可愛くて生きるのが辛いです生きるの辛いとやばい、絶対他に原因ありやろ。そんな、しんいちさん、タコありがとう。しおなさん、可愛い、ありがとう。うちの子さん、お断りです。あ、メール来た、そう、サラちゃんとの写真を載せたよ。あ、仲間来た、よかった、蜜送ったけど来た、レッスンのやつとコンプラウサギ送ったけど来たから。みふねさん、愛してる、ありがとう。かずやさん、タコ、はっちゃん、タコありがとう。あ、コンプラも来た、よかった。今日はレッスン頑張れた、うさぎのおかげで。
今生で福岡出身の新人の楠本アナが道の駅の発音がパちゃんと同じでいじられてた。やっぱ方言なのかな、九州の方言なのかもしれないよね。仲間がいるんだ。お会いしたいな。今生 ST メンバーがいつもお世話になってる今生じゃん。シーサーさん、ゆちょさん、ユーザーネームさん、みはひなさん、まもるさん、ありがとうございます。方言なのか、道の駅、道の駅、道の駅です。私は道の駅でも違うらしい。道の駅、道の駅。いや私も駅伝部やりたいよ。呼んでください。マルヒのさん、ハート、もみじさん、タコ、りょうへいさん、レインボースター、ありがとう、ありがとう。舞の海と同じと思ってる。舞の海、道の駅むずいよ。舞の海、道の駅、むずい、難しいです。わかりづらすぎ。なんかもっといい例えくださいよ。コンプラ詐欺メールのパが可愛すぎて生きててよかったと思えた。もっと喜び感じてほしい。生きることへの喜び。むずいて。道の駅、道の駅、幕の内、幕の内、幕の内、道の駅、幕の内、幕の内、幕の内、福は内、福はちと一緒に出たっけ、福は内、なんか前言われましたよね、なんか福は内と一緒だよみたいな。なんか前もね、私定期的に3、4ヶ月に1回道の駅のイントネーション講座始まるんですけど、そういう時になんか福の内、福は内聞いたことがある気がする。違うかも。竹の内と一緒、竹の内豊さん、竹の内、道の駅、むずい。なんか正解が分かんなくなっちゃった。吉田沙羅と一緒、吉田沙羅、吉田沙羅、吉田沙羅、道の駅、吉田沙羅、道の駅、吉田沙羅、道の駅。ちょっと分かんなくなっちゃった。みょうさん、ハートありがとう。通勤急行通過駅さん、だるまありがとう。のだけ上がる道の駅ってこと？もうダメだ。道の駅、うん、むず。吉田沙羅、道の駅、あ、道の駅、道の駅はなまりすぎか。あいたかさん、だるま、えじり、だるま、ありがとう。のを強調して言う、道の駅どう、道の駅どうですか。近所迷惑。ジェナイさん、ヒロさん、タコ、ありがとう。レネさん、だるま、ありがとう。声がでかいだけって言われた。でかいだけなの。秋竹城さん、ハートありがとう。ゆたパパさん、だるま、しーちさん、ゲームギフトありがとう。じゃあもう
お話変えて教えてよ早く。前にも教えてもらったけどさ、なんかオンラインで確か聞いたんよね前。教えてくださいよじゃあって言って言ってもらって、練習してる間にその人が時間切れでどっか行った。もうボンって消えたもん。真っ暗画面になってさ、パセリにレクチャーしたままどっか消えてしまって、あーあああってなったから、ちょっと誰か教えてください。クロさん、リュウヤさん、ダルマありがとう、スケボーさん、バラありがとう、ヒロさん、ハートありがとう。確かに教える側が有料。本当だわ、私が支払うべきだわ。早くみんなのオンライン話し会始まらんかな。まだですか？みんなミートパスですか？ミートパスなら登録済みだからすぐ参加できるよ。ダーソクさん、マリありがとう。28日の NST 祭りよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。うわー、お土産何買おう、どうしようどうしよう。マッスン、バラ、バラじゃない、だるま、ありがとう。だるま、自分のアーシャを見つめられると思うと照れる。そうだよ、みんなもアーシャ取ってよね。ちゃんとむくみ取りなよね。頑張ろうね、お互い。私はむくみ頑張って取るからね。ガバイトさん、だるま、ありがとう。ファンクラブイベントの登録、明日？ああ、明日？土曜日？ともっちさん、ハートありがとう。遠くから2年連続来てくれてありがとうございます。いや、こちらこそです。こちらこそ楽しみ、めっちゃ。行くの時間かかってもそれ以上楽しい気持ちで帰れるから最高です。新潟、新潟最高、楽しみすぎる。来週？え、もう来週？え、来週じゃん。来週だって。早い。もう来週だ。びっくりだわ。何買おうかな。何買おうかな。あ、そう、配信決まりました。ちょうどね、今日のお昼配信で NST 祭り、去年は配信がありましたという話をしたんですけど、なんと今年も配信がありますよ。やったね、イエイ。配信ありますのでね、新潟来れない方もぜひ一緒に楽しみましょうね。嬉しいね。ゆうやさん、だるまありがとう。たかしんさん、ハートありがとう。ちょっと扇風機強いな。エチゴンね、そう、エチゴン去年は会えなくて、そう、会えなかったんですよ。でもエチゴンからのプレゼントいただいて、エチゴンのキーホルダーと、今実家に飾られてんの、エチゴン実家の玄関のとこにエチゴンいるんです。エチゴンのキーホルダーと、あとクッキー缶いただいたんですよ。笹団子も会えるかな。ヤンゴロウ推しの笹団子、エチゴン、
今日パンの証明写真風シール届きました。免許更新なので助かります。やばい、ちょっと待ってください。顔似てたっけ私たち。やばいよやばいよ、免許更新持ってったらもうとんでもないやばい人認定されちゃって、やばいやばいよやばいよ。なんか HKT さんと証明写真の、よくスーパーの駐車場とかにある証明写真の機械がコラボしてたの、今日流れてきてちょうど、私が証明写真の話したから、指針じゃんとか思っちゃった。証明写真指針すぎるよ。ファンクラブグッズ届いた報告ありがとう、嬉しいです、ありがとうございます。ジャパングさん、かわいい、ありがとう。グッズ明日配達してもらう、うわーありがとう、ゲットしてくれてありがとう、とっても嬉しい気持ち。私はみんなのグッズ身につけたい、売ってください。証明写真、お、10月5日パウチャー持っていく、待ってるね、よろしくお願いします、よろしく。10月5日は初めて出る3期生がいるから楽しみです。私はフレッシュに頑張る、3期生よりもフレッシュに頑張るって目標なので、今パセリ推しの方ももちろんだけど、なんだあの子はめっちゃフレッシュだわって、原石だわって思ってもらえるようにフレッシュに頑張ります。ノブさん、だるま、ご主人様お断りです。シーツさん、ファイト、ありがとう。うん、フレッシュにやってく、やっぱパセリって名前だし大事、新鮮度、間違った、鮮度、鮮度大事やから。そう、今日チーク塗りすぎたのよ。そうなのよ、なんかいっぱいやっちゃった、思ったよ私も。遠くから見たらこうやってしたい、あ、でも濃いね、これでも赤いです、ほっぺた。ゼータ、かわいい、ありがとう。ロクさん、だるま、持ち肌さん、ハート、ありがとう、ありがとう。見たことない子たちが踊ったりお見送りされると、何釣られるってやばいよね、それ本当に思うわ、本当にみんな釣られるんじゃないかって思います。いや、釣りましょう。私がでもね、私いつも不安なんです、お見送りがお先だから早いのね。でさ、研究生とかって最後に並ぶじゃん、だからパセリ終わって気が緩んで、よし推しと喋ったっていう達成感で気が緩んで、そのお先以降の人に釣られてないのかなってちょっと結構不安だってね、私お先じゃん、お先だけど、お先に来るまでの間に釣られてる人がいるんですよ、あ行で、あ行で釣られてる人が いるのを見てるから、あ行以降で絶対いるじゃないですか、釣られてる人が。なあねえ、ちょっと困っちゃうよ。うん、次でもかなうちゃんは前にいるかな、ひーちゃん、さっち、お、どういう名前順だ、
ポセの横、この前アイコだった。アイコと隣だった。アイコ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 、10月5日。お、リコちゃん、そっか、リコちゃん、そうだわ、久々リコちゃんとの公演です。楽しみ。池田、石田、井出、宇都宮、尾崎、工藤っていう順番ですですね。マイカーだわ。マイカー4人並んでますわな。前の日のお見送りと同じですね、名前順。前の日もこの順じゃん。だってマイカーの公演は井出、宇都宮、尾崎、工藤、シナノ、モロクズの順なので同じです。ミックさん、ハートありがとう。フィーさん、ハートありがとう。パイノミさん、フィーさん、だるま、ツンジさん、だるま、ハートありがとう。ヨシーさん、ハート、ヒロさん、タコ、マチオカさん、ハート、オミカンさん、ゼータン、かわいい、ありがとう、ありがとうございます。名前順、そうだね、マイカーメンバーみんな4日のメンバーで5日も出ますね。そう、この辺にぎやかだから、いつもさ、いつもにぎやかだけど、3期生のお見送りどんな感じなんやろう、楽しみ。スカイホエールさん、ハートありがとう。レネさん、ハートありがとう。10月5日お見送り、適度なスピードで歩くように頑張る。いや難しいよね、お見送りね。少しでもさ、話に夢中になるとスタッフさんにこうやってやられるから、あれは難しいです。あいうえお順、そうよ、みんなリヌと喋っとったらパセリ素通りしていくから、パセリ推しでもね、パセリ素通りしていくから、素通りしないでよね。いっちゃん、レインボースター、エジリン、尊い、ありがとう。みんな見てよね、ちゃんと、ちゃんと。パセリの見送りの記憶がなんでよ、なんで、なんでないんよ。お見送りメンバー見すぎて、お見送りメンバー見すぎて椅子にゴンしたことある。え、よくいるんですよ。あとこの前もいたのが、座席に飲み物を置きっぱなしの人、飲み物置きっぱなしぜ、気をつけて、ちゃんと持って帰るんだよ。あと生誕とかの後に生誕委員の方が作ったやつとかをちゃんと持ってるかチェックしてね、帰るときは。田辺さん、愛してる、ありがとう、ありがとう。実はお見送り、パセちゃんの記憶しか残らない。えー、なんで？でも嬉しい、びっくり、嬉しいよ。じゃあもうあ行で終わってるやん、お見送り。あ行以降のお見送りの記憶どこ行った？いっちゃん、レインボースターありがとう。タコもありがとう。しゃがめないくらい痛かった。気をつけて、ほんとちゃんと足元と腰元と、あとメンバーも見て、ちゃんと無事に帰ってよね。
秋山さん、ハートありがとう。大事よ、腰ぶつけたら結構痛いからね。腰、あとお知らせ事ないですかね。もう全部言えたかな、完璧かな、どうだ。どうだどうだ、大丈夫かな。漏れがあったら教えてください。ね、やばい、え、私のさ、え、みんなそうかな。 SDU のこのスケジュールのところさ、8月10日工藤理子ファースト写真集発売日っていうの出てます。え、私の iPad なのかな、今びっくりして、え、8月、過去生きてるかもしれない。出てる？あ、みんなそうな。あ、ずっと出てるの？今気づいた。ずっとおるじゃん。あ、固定なのこれ。あ、そうなんだ。今気づいたよ。じゃあこのあかりんさんの、あれあかりんさんのはないよでも。固定とかあるんや。X みたいだね。LINE みたいだね。固定されてる、初めて知りました。いや、びっくりしたの。え、ブーンさん、だるま、ペロンのあそこさん、だるま、西さん、根性さん、ハート、森健銀河さん、だるま、ありがとうございます。ありがとう。10月5日の東京公演、半分がないか。そうだね、サッチーとひーちゃんもいるし。そうですね。わあ、うわあ、ちょっとマイカーでやってる曲とか見比べてみてください。一杯の水とか振りが違うんですよ、16人バージョン。白いシャツのとことか、本当は白いシャツ吹き出す汗なんですけど、16人バージョンは白いシャツ吹き出す汗って、本当はどっちもこれなんだけど16人だけこのこれになってるっていうとか、直射に行こうは見てると、石に走り続けて、ようやくサビのようやくのところが、マイカーは地面までこうやって、もう地面つくぐらいこうやってやるけど、16人はポーンってしゃがまないっていう決まりなんですよ。とかとかとか、あとはなんかあるっけ、なんかありますか。ないか、ごちゃなる、たまにごちゃになる。かつみさん、ハートありがとう。そうですね、人数とかのぶつかっちゃったりするからとか、そういう理由だったりする。あ、一瞬のスリル、一瞬のスリルは、あ、あります。道に落として散らばった荷物を一緒に拾うのがきっかけだったなんてって言って、一緒に荷物をこうやって拾う振り付けがあるんですよ、隣の人と。拾う拾うってやるとこは、マイカーは地面につくまでしゃがむ、相当重いんですよね、相当重い段ボールを持つんです、マイカー。でもその16人のやつは多分軽いだろうね、若干の違いがあったりします。沸騰石さん、だるまと小判ありがとう、ありがとう。あとは愛の重さ、愛の重さじゃない、
君は何を後悔するのかは、私は花垂公園ではサラちゃんのポジションで踊ってるから、左右逆のとこにおります。見つけてください。いっぱい見てね。つんじさん、だるまありがとう。あとなんかあるかな。あとはマイカーじゃないけど、僕らの春夏秋冬っていう2期生の曲は、春夏秋冬過ぎてゆくよ、ここに花は誰のものの衣装がここにね、ひらひらがついてるんですよ。だから本当はこうやって一周回すの、タンタラタラタタタだけど、回すとこれがもう大変だから、じゃんチャラ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 って、その衣装バージョンで振りが変わってたりとか、あと暗闇も都会で暮らすって言って、窓をこうやって2人で作って真ん中からこうやって出てくるとこも、これがあるからカーテンできちゃうから、こうやって片手の窓、こうやってね、こっちの手でこうやってやって、こう本当はこうだけど、こうやってここをひらひらを押さえる振り付けになってたりとかします。うん、あとなんだろうね、何かな、走った日のおかんがのところ、走った日のおかんがかと思ってた。やば、走った日のおかんがってこと。おかん出てこんとってほしい、登場人物増やさんとってほしい。やばい、おかん呼びやばい。ママとかでもなくね、お袋でもなく、おかんね。おかん、おかんの方寒いってか、なんかおかん、やばい、おかんみたいな方が。おかんやばい。ジョニーさん、ハート。としおさん、バラ。エリオさん、ハート。リュウヤさん、だるま、ありがとうございます。マオさん、ハートありがとうございます。おもろ。でもそういうのある、私もあるよ。歌詞のなんか勝手な先入観で覚えてて違ったとか。特にね、ノイミーさんとかのライブ行った時に字幕が出るんですね、その歌に。え、これこんな歌詞やったんやみたいな。なんか勝手に音で覚えて普通に歌ってたんだけど、歌詞見たら違うみたいなのとかあるから。いや、ありがちよ。うん、みんなもあったら教えてね、 STU 曲で。みきやくん、だるま、ありがとう。最近ソーラー派やばい。それもう誰もしてないよ。なんか船折りのコールで、船から降りた僕たちはね、感想でソーラー派ソーラー派とかなっちゃんっていうコールがあるんですよ。沖さんにはソラハに聞こえてるらしくて、最近コール変わったんだねみたいなの言ってて、でも最初からもうずっとソーラハソーラハしかないのに、なんか最近コール変わったんだねみたいな前言っててさ、いまだに思い出すの、踊ってる時に。どこがそうそうソラハなのと思っていつも思い出して、もう全然わかんない。推しのことは全肯定タイプだけど、それだけは本当によくわかってない。だってそんなコール聞いたことないじゃないですか、 STU の中で。いまだに思い出すし、いまだにその話する、ソちゃんともする。船折り聞くたびにその話になる。
そそおもろ、ちょっと今度誰かやってほしい。一本満足バーのメロディー、まんまん満足ってこと。そう、そう、ソラハが、あ、確かにホタル、ホタルね、ホタル恋みたいなやつでしょ。おもろい、おもろすぎる。しののめとらじろうさん、ハートありがとう。ひーくん、ハートありがとう。しーちさん、音符ありがとう。じわじわ、そういう空耳系弾くの大好き。おもろい空耳あったら教えてください。あ、もう39分だった。23時まで、23時に終わろう今日は。23時、ソラハだけに空耳、うまい、うまいよ。座布団1枚で。ジロ君、お断りです。幻の洋梨タルトが食べたい。え、どこで買えるの。私あれが食べたい、あのさ、仙台にいた時に食べた、何でしたっけ、あのめっちゃ美味しいやつ、あのゴミ箱抱えて食べなきゃいけないやつ、タルトみたいなやつ、あれめっちゃ食べたい今。マポスさん、かわいい、ありがとう。なんだっけ、仙台のさ、パイ、あの鼻息で飛んでくパイ、あ、それロワイヤルテラッセ食べたい今、それの気分。あれめっちゃ美味しかった、ロワイヤルテ、ロワイヤルテラッセめっちゃ美味しかったんです。これ生パイ、これですよ、これ、これ美味しすぎたから。へえ、ネットで買えるじゃん。送料込みで4100円、10個入り。お、いいんじゃない、実家に送ったらいいんじゃない。これ好き、美味しい。え、おすすめだよ、めっちゃ美味しかった。それで幻の洋梨タルトとは何でしょうか、調べます。うわー、すごい、これこれですか、絶対美味しいじゃん、こんなサクサクしっとりって感じかな。うわー、新潟の駅にあるのかな、駅で買えるんか、これは。お、買えるじゃん、新潟駅構内で買えますって書いてる。え、美味しそう、食べたい。今ね、夜ご飯まだ食べてないから腹ペコなんだよね。中爺さん、ハートありがとう。カンさん、だるま。ハリーさん、ハートありがとう。持ち肌さん、だるまありがとう。 I'm hungry なんですよね。お土産考えなくちゃ、来週だから。うわー、何買おうかしら。終わったら刺身食べます、あとレバー。もうロワイヤルテラッセが食べたい。ちょっと誰か、誰か、でも10個も食べれんよ、3個、分け合いたい、メンバーと一緒に買って分け合いたい。
刺身アジとタコ、タコのブロック丸かじりする楽しみ、あの瞬間が生きてるって感じする。ニシアンハートありがとう、ダルマもありがとう、カズヤさんアイスありがとう、ヨシーさんペンライト、ミキヤくんハートありがとう、ナオッキーさんハートありがとう、ありがとうございます。そう、新潟次の日広島でイベント、そうなのよ、その服装も考えなくてはいけん。昨日紹介した新しい服にしようかな。タコの言い方が罵倒してる、またタコ誰々さん、タコタコ呼ぶわ。コナーさんだるまありがとう、ミキヤくんタコありがとう、タコゼータンタコありがとう、タコ銀だこ食べたい、銀だこ半分こしたい、半分こしようよみんな、半分ことかじゃないね、もうこの人数食べたらもう1個も食べれ、半分どころじゃありません。銀だこ明太子がいい、私明太子でお願いします。みきやくんタコ、りょうへいさんタコありがとう、まぽすさんタコ、かずさんタコ、おみかんさんタコありがとう、陣内さんタコ、エリオさんハート、さいちさんタコありがとう、ありがとうございます。あのさ、銀だこのさ、お酒みたいなやつあるじゃん、銀だこ酒場みたいな、あれ気になる、お酒じゃなくて銀だこのタコの方、たこ焼きの方気になる。広島にもできたんです、あれ行ってみたい。どんなメニューがあるの？タコ、はっちゃんタコありがとう、青のり1枚だけでいいよ、逆にむずいわ、青のり1枚。ちびタンクさんハートありがとう、え、新生姜のたこ焼きがあるん？それは気になります。わーすごい、行ってみたい。なんかさ、おしゃれなご飯とかをみんなで食べる会やりたいみんなと一緒にテーブルマナーを学ぶ会とか、焼き鳥屋さんの全メニュー制覇する会とか、そういうのやりたい、一緒にわーわー言いながら楽しく学んで。タコパいいね、タコパ帰れまたやってみたい。じゃあ誰かおごってください。帰れまてん、どこにする？どこの帰れまてん、サーティワンからしてみる？サーティワン、いやもうサーティワンの帰れまてん、パセリいたら結構強いと思いますよ、外しても食べれちゃうから、イエイ、サーティワン。リンガーハット、リンガーハットの帰れまてん結構お腹たまるじゃん、それね、難しそう。でも一番人気何なんだろうね、餃子？餃子も人気じゃん絶対。ちゃんぽんいろいろあるからな、野菜たっぷりちゃんぽんも強そうだな。逆に帰りたくなくなる、わー確かに、おしめんとの帰れまてん、わざと外して居残りする。
大友さん、ハートありがとう。天下一品天下一品はじゃあ1位こってり。何が人気？唐揚げ？なんか唐揚げ美味しいって聞いたことある。これで待って。やりたい。ミスドとか、ミスドの帰れま店絶対ポンデリング入っとる。ポンデリングのノーマルのやつ、なんだろうね、他ミスド期間限定はなしでしょ。スピンさん、だるまありがとう。一番早く終われそうな帰れま店、なんだろう、どこだろうね。あ、銀だこかな。はま寿司絶対むずいよ、寿司は。寿司、しめ鯖絶対入ってない。私しめ鯖一番好きやけどさ、なさそう、難しそう。サンマルクカフェは絶対チョコクロが入ってます。チョコクロ1位とかじゃない。ヤスオリンポスさん、カズカさん、ひなさん、ハートありがとう。マックはポテト絶対入っとる。ポテト、ナゲット、ナゲット5ピースの方。ポテトはサイズは M かな、M ですかね。で、いや、どうだろう、難しいね。でもむずいよ。ちょっとミスドはね、絶対ポンデが入って、そんでポンデとポンデフレンチクルーラー、あ、違う、エンゼルフレンチやな。エンゼルフレンチどう？エンゼルフレンチ、エンゼルクリームとゴールデンチョコレートあたりは確実入ってそう。いや、でも意外と分かんないよね、こういうのって。チキンクリスプ、あ、絶対頼む。チキンクリスプ大好き。マックバーガーキングむずい。バーガーキングむずい。スタバ難しそう。確かにスタバ、スタバ、ドリンクのみですか？フード込み？フード込みだったらもうスコーンが強いと思います。スコーンとサラダラップ、スコーンサラダラップ強め。飲み物だったら、どうかな。飲み物は、どうなんだろう。でもみんな期間限定飲むじゃんね、飲み物は。難しい。びっくりドンキー、びっくりドンキー確かにむずい。ほんとだね、難しいね。ご飯がついてるかとかあるもんね。ヤスタバ難しいよ、注文。しかもカスタムもあるからね。帰れま店したらもう大変。どうなるんだろう、カスタム込みかな。帰れま店、お腹チャップチャップなっちゃう。パセリカスタム、あ、美味しかった。結構甘々でしたね。甘々。しーちさん、ハートありがとう。カスタム込みやばいか。ソイミルク変更とかさ、氷少なめとか、もう分かんない。そうだ、中羽は親子丼が強そうな気がします。中羽
すき家はおろし、おろし牛丼。フェリスさんハート、アモルさんハート、ありがとう。あ、53分、本当だ。じゃあ改めて今日の配信の冒頭にしたお知らせ振り返りやっていこう。お知らせ振り返りタイム、イエーイ。来週の土曜日9月28日の NST 祭りは配信が決まりました。いやー、配信あります、ライブ配信ありますので、ぜひ会場に来れない方も一緒に楽しみましょう。アイドルスペシャルライブの時間は15時からです。15時からです。そんでもって続いて、10月4日岡山クレイジーママキングダムにてマイカー公演あります。こちらは、本日メンバーが発表されまして、チケットの受付も始まりましたのでよろしくお願いします。夜公演です。18時半からです。そして翌日10月5日は東京にて花は誰のもの公演があります。こちらは2公演、昼が15時から夜は19時からです。東京ザ・ガーデンホールであります。そして明日はベートークあります。ベートークのファンです。ベートーベンさんのファンです。パセリのファンです。ズームが大好きですって方はぜひ明日一緒に楽しみましょう。ズームをしおるんかな。明日の20時からです。20時、なので明日20時から21時の間私はベートークがあるので、もしパセリのショールーム配信が始まったらそれは偽物です。よろしくお願いします。バンしてください。それパセリじゃないのでよろしくお願いします。あとはお知らせごと、はい、まだありました。まだあった。10月の26日土曜日、香川県で NHK さん主催の四国音楽祭2024、あれちょっと待ってね、開かなくなっちゃった。詳細見ようと思ったら開かなくなっちゃった。ちょっと待ってください。あ、四国文化祭でした。四国文化祭2024みんなのライブです。こちらは1時半から3時半、2時間のイベント予定でございます。会場は香川県社会福祉総合センターコミュニティホールです。あとは、明日の18時から STU の新しいグッズのネット販売が始まります。そして待ち受けくじも始まってます。ゴルフウェア、ゴルフウェア大好きだよって、もうゴルフウェアのことしか考えられないって方はぜひチェックしてください。3回引けるので、引いてみようかな。引いてみよう今から。私が引いてみましょう。誰が出るか、いやちょっとログインができなかった、すいません。 iPad だから弾けませんでした。明日までにログインしときます。明日の配信で弾くわ。弾けなかったよ。ホリエモンさんだるま、ありがとう。マリオ2さんハート、ハートじゃない、だるま、ありがとう。ちょっと iPad ちゃんだったので iPhone の方じゃないとパスワードが分からなくて、
明日忘れそうなので覚えておいてください。私こういうの大体忘れるから。あ、再販、そうでした、そうだ、お話し会の再販も始まりました。そうだった、そうだった、第11再販が始まりまして、受付は25日までですね。25日、来週の水曜日まで受付中です。追加販売のメンバーもいます。小島愛子ちゃん、岡村梨央ちゃん、来島優香ちゃん、石原優南の4人は追加部数の販売もあるので決まったので、今回からパセリの方もよろしくお願いします。パセリの件もね、ぜひチェックしてください。陽平さん、お断りです。若旦那さん、秋竹城さん、エリオさん、ハートありがとう。ミキヤくん、ハートありがとう。え、くるくる、もう完売なの？追加？すごっ。すごい。HK さん、かわいい、ありがとう。すごい。え、私も新しく完売出てた。そういえば。聞いてよ、聞いてくださいよ。12月8日の大阪の4時間目やったー。一番最後のね、日だから、最後たくさんの方とお話しして終われるからとても嬉しいです。ありがとうございます。オンラインもあるので大阪来れないよという方も、残りね、大阪なんですよね。広島と幕張が終わったから残り大阪なんですけど、あの、大阪まで来れないよって方はオンラインの日もあるので、よかったらチェックしてみてください。いや、でもまだ分かんないんだよね。そう、すべきことをね、すべきことの時間が来て、そこで復活するパターンあるから、ちょっとドキドキです。ドキドキ。そう、毛から始まって胃で終わる。ドキドキタイム。よろしくお願いします。ドキドキドキ。12月8日。12月8日。最後だって、早いよ。しーちさん、小判ありがとうございます。みんな忘れずによろしくお願いします。あとはお知らせ、お知らせごと以上かな。また、あ、そうです、生誕 T シャツが23時59分までです。ありがとう、コメント助かったよ。生誕 T シャツ、あのですね、高画質の画像をいただけるようにお願いしてるけど、まさかの今日までにちょっともらえなかったから。本当だよ、忘れてたよ。ありがとう。写真、あの、公式のね、サイトに載ってるやつしかないんですけど、こちらです。パセリの今年の生誕 T はこちらでございます。9人のパセリ、うさぎ、これは王冠、悪魔、9人のパセリをぜひぜひぜひゲットしてください。やばい、戻らなくなっちゃった、画面が。あれ、戻ら、ねえ、戻らなくなった、大変。え、あ、戻りました、よかった。今日の23時59分あと56分後に締め切りでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや助かった、コメントいただけてありがとう本当に。あとは OK かな。 OK。よし、OK です。よしよし。ということで、今日は配信終わりたいと思います。ああ、大変大変。終わりたいと思います。皆さん、今日もお付き合いいただきありがとうございました。また、明日お会いしましょう。ホリエモンさん、ありがとう、スタンプありがとう。また明日です。男女行きたいと思います。13位ミックさん、12位カズヤさん、11位シイチさん、10位リョウヘイさん、あ変わったよ、13位カズヤさん、12位シイチさん、11位リョウヘイさん、10位オミカンさん、9位ジンライさん、8位シーサーさん、7位キムさん、6位ゼットさん、5位トニーさん、4位いっちゃん、3位カズノシンさん、2位マポスさん、1位スケオさん、ありがとうございます。それではまた明日です。配信見てくれてありがとうございます。本当にまた明日も会いましょう。ゆっくり休んでください。ありがとう、感謝の気持ち、ありがとう。ミッチーお断りです。昼配信の分もまとめてお断り。ホリエモンさんお疲れ、レネさん、レフトさん、ハートありがとう、最新型ポンコツさん、バラありがとう。締め切ります、ありがとうございます。それじゃあ名残惜しい、名残惜しいんですけど終わります。ありがとうございます。元気でね、また明日ね。名残惜しい、ちょっと寂しい。また明日、またまたね、元気でね、また明日ね。私しつこいな、しつこいけどまた明日、ありがとうございます。バイバーイ。